玉軍艦です。今回はマキタの WD-181DZ系を紹介します。この商品は壁の裏に何かあるかを探査するものです。最大探知深さが 180mm もある優れもので、マキタ製の電動工具と共通の電池を使用しますので充電を忘れても安心です。コンテナの形状もマキパックシリーズと同形状ですので、他の工具をコンテナにしまっていても上に乗せるだけでロックもでき持ち運べます。それでは開封していきます。まずはタイラップをカットします。次に4箇所あるロックを外します。説明書です。相変わらず薄いですね。今回は本体のみの購入なのでスペースがかなり空いています。大きなくぼみのところに充電器が入って、小さいくぼみに電池が入ります。この商品は税抜きですが定価で17万7千円で、売り値は13万円くらいです。14.4V と 18V が両方使えます。電池を取り付けます。起動してみます。シングルモードかマルチモードを最初に選びます。シングルモードはドライコンクリート、レーダービュー、間仕切り、ウェットコンクリートの4種類が選べます。マルチモードもドライコンクリート、レーダービュー、間仕切り、ウェットコンクリートの4種類が選べます。この他に設定として9項目が設定できます。試しに自宅の壁を測定してみます。ボード壁ですので間仕切りを選択します。早速柱がありました。左からもう一度。ボード壁なので柱はすぐ裏にある表示です。
今回はここまでです。機会があれば現場で撮影してみたいと思います。